今日は遊んでプリキュアのハピネスチャージプリキュアの塗り絵をぬりぬりしちゃうよ。キュアラブリーにキュアプリンセス、キュアハニーにキュアフォーチュンをぬりぬりしちゃおう。まずはキュアラブリーから。ピンクのお髪がとってもラブリーなキュアラブリーをぬりぬりしていくよ。お髪をぬりぬり。かわいい。お目目と頭のハートもぬりぬりして、リボンもぬりぬり。お洋服はこんな感じの黒色で、この中に着てるお洋服も黒。そして襟元はピンク色、ハートの部分は黄色、ここも黄色で、ここも黄色、ここも黄色だね。そしてお口はこの色。お顔もこの色で、おててもこの色。あとは背景をこんな風に塗って影をつければ、世界に広がるビッグな愛、キュアラブリーの塗り絵出来上がり。完成、おめでとう。次はキュアプリンセスの塗り絵を塗ってみよう。キュアプリンセスのお髪はこんな感じの、こんな感じかな、の青色でぬりぬり。お目目も青でぬりぬりして、リボンはちょっと濃いめの青色、ここも青でぬりぬりして、お洋服も青色でぬりぬり。王冠は黄色、お顔はこの色でぬりぬり。背景はもちろんブルーでぬりぬり。影をつけて、うわーかわいい。天空に舞う青き風、キュアプリンセス出来上がり。完成、おめでとう。次はキュアハニーの塗り絵を塗ってみるよ。キュアハニーのお髪は蜂蜜みたいな綺麗な黄色、お洋服も黄色でぬりぬり、ハートも黄色でぬりぬりして、ここも黄色でぬりぬり。あ、中は白だね。そしてリボンはオレンジ色、そして頭のリボンもオレンジ、この部分もオレンジで塗って、真ん中が青色。あとはお目目を黄色でぬりぬり、ここも黄色で塗るよ。お洋服は黒でぬりぬりして、お口はピンク色、お顔の色もぬりぬり。お手でも塗って、背景を黄色で塗れば、キュアハニー出来上がり。大地に実る命の光、キュアハニー完成、おめでとう。最後はキュアフォーチュンをぬりぬりしていくよ。キュアフォーチュンのお髪は紫色、すっごく綺麗な紫。この部分も紫色で塗って、ここはお髪じゃなかったね。そしてお目目も紫色、お目目の紫はこの色で塗っていくよ。お耳の星様はこの色で、ハートとリボンは黄色、
キュアフォーチュンかわいいよね。キュアフォーチュンファンの人もいっぱいいるんじゃないかな。ここは黒で、ここはちょっと紫に近い青色、お口はピンク、そしてお顔はこの色かな。あ、ここは白だね。背景を紫で塗って影をつければ夜空にきらめく希望の星、キュアフォーチュン出来上がり。完成、おめでとう。みんなは今日ヌリヌリしたハピネスチャージプリキュアの4人のプリキュアの中で誰が一番好きかな？キュアラブリーが一番好きな人はコメント欄に1って書いて教えてね。キュアプリンセスが好きっていう人はコメント欄に2って書いて教えてね。キュアハニーが好きな人はコメント欄に3って書いて教えてね。キュアフォーチュンが好きな人はコメント欄に4って書いて教えてね。ハピネスチャージプリキュアのプリキュアの中で一番人気があるのは一体誰なんだろう。すっごく気になる。みんなのコメントお待ちしてるよ。じゃあね、バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日2本も見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチするとアソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからもアソブームよろしくメリ。